行政策学部1年の笹夏美です。よろしくお願いします。私が今回調べているテーマは女性の病気についてです。主に子宮頸がんと乳がんについて調べてます。乳がんの映画の余命1ヶ月の花嫁と、あと本を読んで、そういう女性の病気について興味を持って調べたのが最初です。社会貢献っていうお話を聞いて、何か自分にできることはないかって、大学1年生でも何かできることはないかっていうのを思って参加しようっていうのを思いました。SFC では今はサークル活動を頑張っていきたいと思ってます。私のサークルは SFC のフットサルサークルの足ダルっていうサークルなんですけど、今はフットサル頑張ってます。